ちょっと忙しすぎたね。あれ、次はしっとりした曲いきたいと思いますね。ちょっとメンバー紹介軽くメンバー紹介してください。向こう側行きますね。メンバー紹介ですね。僕はですね、テナーサックスと言います。あれは楽器ですね。楽器はですね、お名前がですね、宮崎よし彦です。難しいな、すごい難しいなんで、ね。よし彦さん、よろしくお願いいたします。まだ若いですね。まだ24だっけ ?24 歳で。売り出ししております。よろしくお願いします。はい。いや、続きましてですね、クラリネットでございますですね。いつもみーちゃんと呼んでるので、名字忘れてしまうんですね。だから、いつもみーちゃんとみんな呼んでください。熊倉美沙子です。よろしくお願いします。年齢が隣と一緒だね。同級生だね。同級生でございます。はい。同級生。まだ音楽大学を出まして、3年目ぐらい今なっておりますよね。クラリネットをですね、お子様の教えたいとかいう方は電話をください。私が伝えますので、クラリネット、はい、え？3年目じゃないですか。何年目だっけ？2年目です。まだ大学出たら2年目、はい、月に1回ぐらいしか会わないので、よく分かる、覚えられなくてダメなんですよ。はい、ひどい、すぐ忘れてしまう。すいません、はい、怒られちゃった。続きましてですね、トロンボーンですね、吉村武夫と申します。はい、これがですね、楽器の中で一番簡単な楽器でございまして、ただですね、長いだけが基本になってまして、ただこうやってやるだけなんで、手を長くしたりとか、そう、吉村武夫と言いましたね。そう、武夫という武士の部にですね、武夫は何だっけ、ごめんなさい、武夫、ほがらかの穂です。穂じゃないじゃん、穂がらかって言うんですで、そうです、吉村武夫、よろしくお願いいたします。はい、次はですね、ピアニストでございまして、さきちゃんでございます。後藤さきと申します。よろしくお願いします。ですね、出身がですね、岡山です。岡山で一人っ子なんですけども、まだ両親が一人っ子なんですけど、まだ一人っ子だよね。そう、一人っ子でなんですけども、両親がまだ帰ってくることで、まだ帰ってくるなんて言ってたんだっけ。こっちでですね、頑張れてること、今一人で頑張っております。あ、でですね、あと、若い子と、こちら二人が同級生でございます、こちら。まだ23とか、若いのですね。音楽大学出まして、2年目で。ピアノ教えてますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続きましてですね、めったに会わないので、覚え出せないで。この間あったっけ？あ、この間あったよ。狭間涼介というのは、狭間、時間の間って書いて狭間です。狭間カンペじゃないですけども、狭間涼介です。でこれがですね、ウッドベースとか言ってコントラバスと言いまして、コントラっていうのはですね、2オクターブ下のことをコントラって言って、ちょっとね、調べ直したらね、あ、なんてウィキペディアで見ましたらですね、コントラっていうのは、なんだろう、ドイツ語みたいですよ、ドイツ語で、コントラって2オクターブ下という意味でございました。はい、でよろしくお願いします。ベースを、狭間涼介です。教えます。よろしくお願いします。まだ、これじゃ若くてですね、同じだよね。ここですね、若いのが 1,2,3、これ全部同級生です。そうなんです。はい。これで、ちょっとだけ年食ってる。吉村君な。で、私より下ですけどね。もういくつになったんだっけ？37歳です。37歳です。若い。若い。まだ若いです。で、向こうがですね、当番の長老でございました。佐藤雄一でございます。ドラマーですけど、物理学生、物理の先生です。高校の教えてみ、高校の物理の先生でございます。はい、何かもう物理で知りたいことがあったら質問してください。物理難しいの、ちょっとね。はい、ということで、一問ですね、500円いただきますけども、よろしくお願いします。佐藤雄一でございます。よろしくお願いします。私がですね、中村良一と申しまして、鹿児島県の生まれで、指宿の生まれです。鹿児島の方いますか？いないですね。という生まれで、薩摩半島ってあるんですけど、わかります？薩摩半島。鹿児島、九州があります。左にあるのが薩摩半島で、右にあるのが大隅半島って言うんですけども、その一番端っこにあるのがですね、指宿って言います。温泉、砂風呂の温泉の有名なところ。聞いたことあります。あるんですか？そこです。そこで生まれました。特攻隊の。